はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。キャットルベリオ、倒しましょう。そんな強そうではないんだけどね。ダメージ入る。うん、そんなに痛くもないし、問題ないでしょう。いいね。意外と効く？あ、いや、一応盗んどこう。何も持ってない。これ、ボスモンスターは基本何も持ってないのかな？なんかもう、おし！いいよ。あ、でもこの追撃スキルの方を、まだ取ってないんだよね。追撃入れば多分倍ダメージぐらいは出るだろうからね、早めに取りたい。でもレベル30ぐらいになりそうかな、そういうスキルが揃うのはね。ちょっと時間はかかりそうだぞ。意外とこれスリープに弱かったですね。HP は高い。まだ全然黄色にもなってないもん。おーおお、効く効く。もうこれだけでいけるじゃん。ナイス。いいね。会心がなかなか出ない。来た、いいよ。でもボスさすがの HP だよ本当に。おーっと、やばい。大丈夫か。いい、俺は普通に攻撃するから回復はもう任せた。投げてくれ。一応死なせずに行きたいからね、回復はしていこう。ゴリ押しでもいいかなと思うんだけどね。回復投げてナイス。あー、まあ違えた。スリープ使っていかないと。うーん、どうだ、誰か。よし、回復もう倒せると思うんだけどね。余裕かな、まだまだ余裕だ。次のボスウルベアマシン兵ですね。問題なくいけるでしょう。普通に、いや、うん、スリープ効かんと思うけどね。まあまあ一応もう効いた。スリープ最強じゃん。ほ、本当に効くんだ。いや、デバフとか別に入れてくれなくても構わないんだけどね。なんだよ、スリープがめちゃくちゃ役に立つじゃん。いや、でも意外と HP は高めかな。いや、そうでもないか。おお、強くはないね。おお、全体攻撃がちょっと鬱陶しい。一応呪文使っていった方がいいかな。うん、特約層とかそういうのを使っていってもいいのかもね。ちょっと回復が間に合わないかも。わあ、はい、ナイス。まあまあ回復しながらやっていけば、まあいけるでしょう。意外と難しいんだな。よーし、来た。とにかくもう眠らせて眠らせてだよこいつは。それが間違いない。でしっかりその間に回復を入れてやっていけばいいね。おーし、ナイス。
それそれ、いいよ、まだまだ来た、まだ来た、まだこっちのターンだ。しっかり回復させてもらいます。いらないって、やばい、 MP がなくなってきてる、 MP がなくなってきたな。いや、回復しとこう。うん、ナイス、回復しとってよかった。で、起きたらスリープラガーでまた睡眠を狙っていくと。スーパーハイテンション、もうさすがに効かないか。わお、聞け、あ、効かない。まあいいや、もうそろそろ倒せるでしょう。もう赤になってるんじゃない？ほらね。はいはいはい。やば。俺かい。でも睡眠を狙っていきましょう。でもテンション上がってる時のホイミは効くね。めちゃくちゃ効果高い。ありがとう。そろそろ倒れた。まあまだ全然いけるね。出ました、フスゴンか。かわいいのかかわいくないのかよくわからんな。あー、いや、やっぱスリープダガーだ。防御力低いな。あ、いや違う、テンション上がってたからだけど、だけだ。いった、よし、やっぱりこれだね、やっぱこれこれ。よっしゃ、あー、レベル1上げてくれよかったな。レベル上がってくれゃよかったけども、まあいいや、とりあえず眠ってる間に。あ、いや、テンション上がってたから攻撃した方がよかった、ミスったな。うわお、効くねー。よし、なんかね、先に進むごとに、まあ、もちろんそうなんだろうけどね、きつくなってきたな。こう回復入れてあげた方がいいな。素早さ下がってるからね。やっぱ眠らせてからの攻撃っていう、そういう作戦は何？爆弾じゃん。眠れ、無理か、まずい気がする、それ、その爆弾絶対まずい気がするぞ。うっそ、マジか、効かねえぜ。うわ、きつっ。もうちょっと早く目にしてほしかった。ちょっと待って、オッケー、こいつの攻撃えぐいな。よし、盗んでみても別に何も持ってないんでしょ。ほらね、やっぱね、確定だ、ボスは持ってない。もしかしたら持ってるやつもたまにはいるかもしれないけどね。じゃ、まあ運が悪かったかな。痛恨食らったからまあ仕方がないよ。はい、うん、スカだ
そろそろ赤になって、わあもう、あーいやいや死んではなかった、よかった。でももう瀕死じゃん。よし、癒しの風でいいんだけどね。風使ってくれて構わないんだけどね。いや攻撃回れないな。うわ、ここで死なせるわけにはいかない。よし、あとね2ぐらいレベル上げてくりゃだいぶ楽だっただろうけどね。眠らない。もうずっとそれでいいんだよ。うわー出た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 、眠ってくれよ。でも多分もう、あ倒せた、よかった。ちょっと次はレベル上げていこう、きつくなってきたぞ。いくぞー。許さんぞ。どうだろうね。とりあえず眠らせる方向でいきましょう。すぐには無理か。いいね、やってやるですよ。ナイス。おお、ちょっと痛いかも。眠れ、眠らない。魔法刀も効かないんでしょ。いいですよ、わし好みにしてやるです。ならばちょっと命令させろにして回復連発しようかね。これでいきましょう。回復しないとちょっとまずい。常に癒しの風を入れてていいよね。やば、おお、むちゃくちゃ効く。やば、やってやるですよ。結構やばいな。まあまあテンションがもうちょっとで上がりそうだから、それでなんとかしましょう。常に癒しの風だ。よし、これで安全だ。うん、まさかのイオラだからね。はい、さすがに HP は高いはず。ぬかにとかも効かないでしょう。火柱いまいち。うおう、眠ってくれればね。ダイブラックなんだけどな。あらよっと。オッケーね。かまいたち、そんなに効かない。まあ癒しの風ね、無難だな。お、いいね。いいよいいよ、癒し。眠れ、眠らない。まあもう倒せそうだしいいね。イオラ来たとしても耐えれる。いました、やってやるですよ。ナイス、いいね、む
ちゃくちゃ効果あるじゃん。やってやるですよ。わっしら。おお、そっから来るか。でももう倒せるね。もうちょい。紳士のたしなみさ。あ、ホイミしてくれたか。なら、こっちはこっちで攻撃しましょう。いたイオラ。イオラやば。2連発来たらかなりやばいね。わし好みにしてやるか。できた。癒し。よし。おい女神、あぶねえ。よし、ここで眠った。ちょっと遅かったけどね。ちょっと遅いけども、眠ってくれるだけよかったよ。よし、次でフィニッシュいけるでしょう。うそ。はい、いけたー。はい、ということでボスをサクッと4体倒していきました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。